どうも、くまたです。このチャンネルでは声優さんのニュース、日常エピソードをご紹介します。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝、SNS、その他、説明欄をご覧ください。それではどうぞ。5月20日パシフィコ横浜国立大ホールにて、声優による声優ファンのための祭典、声優紅白歌合戦2023が開催されます。現在公開されている第1弾出演声優さんは、伊藤彩佐さん、富田美優さん、福原香織さん、富永美奈さん、榊原優希さん、高橋宏樹さん、中尾流星さん、古谷徹さん。声優紅白歌合戦2022が去年の1月4日開催だったんで、今年はやらないのかなと不安だったんですけど、無事開催できるようで安心です。これから出演声優さんが続々と発表されていくかと。時間、チケット料金など詳細は動画説明欄より公式サイトをご覧ください。40代で東京大学に入学された声優、佐々木望さん。そんな彼の勉強術をまとめた書籍、声優東大に行く、仕事をしながら独学で合格した2年間の勉強術が3月1日に発売されました。東大受験を決めるまでの経緯、仕事と勉強のバランスをどう考えたか、なぜ勉強を楽しむことができたのか、これまでの人生で起きた数々の出来事を振り返りながら書かれたそうです。佐々木さん、2013年に東京大学文化一類に一般前期試験で合格。声優業の傍ら、休学期間を挟みながら通学、法学部を卒業しています。かっこいいなと思ったのが、大学卒業まで入学していたことを公表していなかったところ。佐々木さんのファンの方も、仕事と両立して勉強したいことがある方など、得るものは大きいかと。ぜひお手に取ってみてください。3月1日、古谷徹さん、電車でこんな体験をしています。仕事帰りの電車で座っていたら、たまたま目の前に立ったサラリーマン風の男性2人から、ガンダムってどうなの？ああ、ガンダムもいいよ。という会話が、どうやらパズドラの話だったらしい。顔を上げられなくなってしまった。ガンダムの話題で恥ずかしくなっちゃう古谷さん、かわいすぎ。そこは、アムロいまーす、でしょ。3月2日、畑中佑さん、こんなツイート。朝起きて、時間やばくて、ベッドから跳ね起きて、髪とかボサボサのまま出て走ってたら、鳥に糞かけられたんだが、マジでギャグ漫画の主人公みたいじゃん。ありがとな、鳥。鳥の糞が頭に直撃する確率、気になりませんか？私、気になります。ということで調べてみた。暇かよ。結論は、423万分の1らしい。ちゃんとした計算式があって、鳥の糞が頭に直撃する確率は、世界の鳥の数×鳥が1日にする糞の回数×1回あたりの糞の面積割る頭を上から見た面積割る地球の表面積×陸地の割合割る頭を上から見た面積。なるほど、わからん。とりあえず畑中さんが凄まじい強運であることは理解できたかと。久野美咲さん、声優20周年ということで、文化放送よりラジオの冠番組、久野美咲のお話ししてくのを持つことになりました。めでたい。ところで久野さん、ラジオのタイトルを決定するにあたり、花澤香菜さんにとある相談をしています。花澤さん曰く、突然電話したいことがある。5分でもいい、と久野さんから連絡が来たそうな。なんか切迫してるみたい、と心配になります。で、その相談内容というのが、ラジオのタイトル、久野美咲のお話ししてくのの文末、久野の後は丸にするか、ハテナにするか、どっちがいいかだったとか。どっちでもいい。ちょっと、いやいや、重要な問題ですよ。この一文字に今後の命運がかかっていると言っても過言じゃない。油断するな。なぜか花澤さん、2008年から花澤香菜の一人でできるかなというラジオをやってます。で、文化放送の人が、ちょっと待ってください、文末をハテナにすると花澤香菜の一人でできるかなと被りますと言い出したんだとか。つまり、偉大なる花澤さんの冠番組と似たタイトルになってしまうが大丈夫かと恐怖を抱いたのでしょう。久野さんから花澤さんへの相談とは、そのお伺いだったわけです。花澤さん、私が文句言うかもしれん、私をそんなやつだと思ってる人がいるんですよ、文化放送に。誰だと冗談交じりにプンスカしてました。井上きっこさん、さらに若返ってしまうかもしれません。駅で売ってた若返りまんじゅう、これ以上若くなっても困るけど買っちゃった。おいおい、すごいすごい。すると日高のり子さん、私にも分けてください。あー、のんこさんにも買ってくればよかった、ピエン。かわいすぎか。さらに西賀美月さんまで、1個で3日、2000個以上食べたいです。おいおい、2000個だと16年くらい若返ってしまいますね。関係ないですけど、三年峠っていう話を思い出しました。三年峠で転ぶと3年しか生きられない、じゃあ2回転べば6年、10回転べば30年長生きするというやつ。
3月3日、辰巳ゆい子さん、こんなことってあるのか？タクシーにさつまいもを忘れた。優しい運転手さんが持って追いかけてきてくれた。なんだかすみません。感謝。優しい世界。てか、タクシーにさつまいもを忘れる状況って何ぞ？3月3日24時25分よりアニメ進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン完結編前編が放送されました。まだ見てないって方、絶対見た方がいい。そもそも進撃の巨人を一度も見たことがないって方、シーズン1からたったの全87話です。さて、ミカサ役石川由依さんとアルミン役井上麻里奈さん、先日のラジオでこんな収録裏話をされてました。ザ・ファイナルシーズンに入ってからはこんなにもアフレコ現場に行きたくないと思ったことはないかもしれないと語り、なんなら2人でボイコットしようと思うくらいきつかったそうな、すごく辛いシーンで、もう帰るか、今日自分たちが現場にいなければこのシーン一生撮ることもないからと。そして放送後に梶裕貴さんがこんなツイート、ごめんなさい。視聴された方なら意味がわかるはず。アニメ見て号泣してやっと涙枯れたと思ったら、梶さんのツイートでまた泣かされたよ。今更だけどさ、進撃の巨人ってとんでもない作品だよね。3月4日に開催されたクランチロールアニメアワード2023、アニメに対していくつかの部門ごとに授与される賞で、今回は50以上のテレビアニメ劇場版アニメがノミネート。200以上の国と地域を対象に1800万票以上のファン投票がなされました。ここでは最優秀声優賞を受賞した声優さんと作品をご紹介します。スパイファミリーアーニャ・フォージャ役種崎敦美さん、リコリス・リコイル錦木千里役安西千佳さん、ジョジョの奇妙な冒険ストーン・オンシャン、クージョ・ジョリン役ファイル・ザイさん、メイドインアビス烈日の黄金鏡ファプタイルミュイ役久野美咲さん、鬼滅の刃遊郭編かまど炭治郎役花江夏樹さん、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンパート2エレン・イエーガー役梶裕貴さん、以上6人の声優さんがノミネートされました。そして今回最優秀声優賞に輝いたのは進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンパート2エレン・イエーガー役梶裕貴さんです。梶さん次の通りコメントされています。クランチロールアニメアワード2023にて最優秀声優賞を受賞いたしました。昨年に引き続きとても光栄に思います。エレン・イエーガーと出会えた運命に心から感謝。完結編後編に向けて進撃の巨人に心臓を捧げよう。おめでとうございます。3月5日、白井雄介さんが声優のギャラ事情をリアルに語る動画を投稿。ほら、ここ最近はインボイス制度がよく取り沙汰されるようになって、声優のほとんどが稼げていない、廃業するかもしれない、なんてニュースが耳に入るわけですが、そこで白井さん、声優は稼げます。稼いでます。言うたらあれですよ。白井雄介もそこそこ稼いでますよ。と断言。さらに、イベントやアニメ、ゲーム、ラジオなど知名度が出てくれば、若手でも4桁はいきますよ。今たくさん出演されている声優さん、いろんなメディアに出ている声優さん、いろんな番組イベントやってる声優さん、稼いでますよ。とはいえ、それは仕事がコンスタントに来るようになって知名度が出てきてからの話。それでも声優全員が稼げないということでは決してないと語る白井さん。白井さんが言いたかったこと、稼げるようになるまで茨の道ではあるが、努力して月が巡ってきていろんな縁が重なれば十分稼げる。声優って稼げないと思われるの嫌じゃん。稼いでいるのに稼いでませんアピールはちょっと僕はやめてほしいですね。夢があるよということは伝えたいと繰り返しおっしゃっていました。こういうなかなか攻めた話題を動画にして説明してくださるところも白井さんの魅力だななんて思います。フジテレビ3月7日放送ポカポカにて花澤香菜さん、先月某週刊誌によって勝手な記事を書かれた件について真相を語られていたのでご紹介します。記事に書かれた内容っていうのが、人気声優花澤香菜、愛の巣は家賃150万円高級マンション、番組ポカポカのギャラも1回30万とかいうやつ。いや、びっくりなのがこの家賃150万円っていう情報、近隣住民の証言みたい。いや、それって正確なのとも思いますし、そもそもこのような記事を出されてご本人たちは良い気持ちはしない、だからあえてニュースにしませんでした。とはいえ今回花澤さんご本人がしっかり否定されてますので、そちらをご紹介します。花澤さんのお話だと、なんか何かの生放送の後につけられていたらしくて、お家までついてきちゃったんですよ。勝手に家賃調べられて、しかもめっちゃもらえてるんですよ家賃。私今150万円の高級マンションに住んでることになってる。そんなにもらってないはずなんですけど。とのこと。っていうかご夫婦揃ってあれだけご活躍されていて、もはや日本アニメ界の宝だし、もっとすごいところに暮らしていたって何もおかしくないと思います。ポカポカ TVer 見逃し配信は説明欄にリンクを貼っておきます。
3月8日、尾形めぐみさん、宮野守さんが東京赤城神社で行われた映画シャザム神々の怒りの大ヒット記念イベントに登場。ところで宮野さん、梶裕貴さんからガチクレームが来たエピソードに言及。というのも、アフレコ本番中、自分の演技が終わった宮野さん、席に戻らず梶さんの前で突っ立って帰らないみたいないたずらをするらしい。とはいえ梶さん曰く、それはまだいい方。とある作品での話、シリアスな予告を撮る際に宮野さんが直前のテストでふざけていたせいで梶さん引きずってしまい集中できなかったそうな。梶さん、アフレコ中に笑わせてくるの本当に迷惑です、と宮野さんすでに公開謝罪されてますが、この場でも深々と頭を下げていました。尾形めぐみさん曰く、ちなみにこういう声優あんまりいないです。でしょうね。ところで宮野さんのお辞儀、これ完全に共栄のテイクやマークだよね。何？